やられたけど強襲2よ。おいおい、ええんか。二人の間で行われていたことは高次元の駆け引き。全てを踏まえて鏡は自分が負けると察知した。前のあいつなら闇雲に突っ込んで終わりだったが。決まりやな。同点とはいえ実際にはついていくのがやっとです。使いすぎれば種がバレる恐れがある。逆に条件さえ満たせば分かっていても止められない。あれはそういう技よ。つまり鏡と黒子を引き離せばいいわけか。出したきゃ好きなだけ出しゃいい。バカな、一体な。影じゃ光を倒せねえ。クロコ、タイムアウト。クロコ、そりゃ無駄な努力だ。今度は俺があいつを助けるんだ。君の本当の力なの。鏡、これは もうちょいでいけそうなんだ。です。あ、まただ。野生の獣のそれに近い。青峰君はいつも笑顔でプレーしてて、この試合に勝つことができたら、もしかしたら。ここまではほぼプラン通りですね。出てきたばかりで気の毒ですが。ここまで黒子くんを熟知した止め方はおそらく桃井の策。スリー。こっちもそろそろ第二ラウンドと行こうか。鏡、こいつ何。点差開いてきたね。けど恥じることでもないで。来年またチャレンジしや。今勝つんだ。今のは黒子のバニシングドライブやっけ。しまった。よっしゃ、連続ゴール。それがミスディレクションオーバーフロー。ただし
今の黒子はネタバラシをしながら手品をやっているようなものなのだよ。それでもここで負けるよりマシです。第3クォーター終了間際、一桁差まで追い上げてきたか。最後まで持ってくれ。思い詰めすぎだダーホ。このチームは強い。発動！私の青峰君に戻ってる。なに？やってくれんじゃねえか、鉄。勝負どころの嗅覚は持ってるぜ、セイリン。ゾーン、余計な思考、感情が全てなくなり、それは選ばれた者しか入れない究極の領域。いいね、そう来なくっちゃよ。青峰と差しでやらせてくれ。託すぜ鏡。けどお前には無理だ。決まった。なんで俺はこんなに弱えんだ。嫌なんだよ、もう負けるのは嫌なんだよ。最高だな、お前。それを奪って決める。ワンショット。